Hello, what's up, guys? My name is Lee, and welcome to the video. ということで、今回の動画、皆さん見てください、こちら。ドン！ということで、5月2日、米国時間に、なんと、スター・ウォーズコラボが発表されました。しかも、なんと、今回は、アニキン・スカイウォーカーが来るということで、ダース・ベイダーの中の人です。が、ついに来まして、今回、いろいろと、ただのスター・ウォーズコラボじゃなくて、いろいろと、リーク情報も出てるので、それらをご紹介しながら、昨日のアップでできた SMG 縛りをやっていきたいと思います。ぜひ、最後まで見てってください。Let's go!はい、ということでちょっとね、まず動画が始まる前にアイテムショップに今レアスキンがこのスペシャルフォースケイドも結構レアなんですけど、スペシャルフォースが1500日ぶりぐらいに再販されてるので、よかったら皆さん今のうちですアイテムショップで帰ってきてます。まずは SMG をゲットしていきたいので、ちょっと過疎地に降りましょう。いや、発表されたね。一応アメリカでは5月4日がスターウォーズの日なんで、まあね、スターウォーズのコラボが来ること自体は以前の動画でも言ってたと思うんですけど、なんといつもよりいろいろと今回のスターウォーズコラボ多そうなので、めちゃくちゃ楽しみです。しかも立体機動も今シーズン終わるまで、あとシーズン延長されたんだよね。 What? それを先に言っとかないと。なんとシーズン延長がされて、もともと6月2日までだったと思うんですけど、それがね、今のところ分かってるのが6月9日の午後3時に延長されてしまいましたね。まあまあまあ、そこまでひどい延長じゃないから全然。あった SMG、 あ違う、これツインマグだ。違う、ツインマグだ。どっちもツインマグじゃない。あったあった、これこれこれ。あ、白からいいね。こちらのサーマシンガンが帰ってきたので、これ縛りで買っていきたいと思います。で、そう、6月9日の午後3時に延長されたので、まあ、約1週間ぐらい延長されてしまいました。で、多分スターウォーズコラボ、なんでなんだろうね、スターウォーズコラボが関係してるのかな。で、今進撃の巨人のミシックが多分シーズン終わりまであると思うんですけど、それと同時に重なるってことだもんね。だから立体機動とライトセーバーとかが共存するってことだよ。やばくないですか、普通に考えて。あ、ちょうどいいとこにこのスキンもいる、やばで、5月のクルーパックも発表されて、こちらのスキンが5月のフォートナイトクルースキンでございます。お、まず1人目の敵いるくねえか。オーマイ、おい。で、あと、そうだ、もう一個言っとかなくちゃいけないことがあるんだ。前回の動画で、前々回かな、アップデート動画、ちょうどこの SMG のアップデート動画の時に、新しくシンジケートクエストが来たって言って、やってたと思うんですけど、このクエストね。2週間前のクエストをやっちゃってて、まだ新しい方のクエスト攻略、できてないんですよね、こんな感じで。そこもちょっと先に謝っときたかった。もう本当にごめんなさい、間違えました、僕が。次にスターウォーズコラボで何の話してたっけ。そう、ライトセーバーがまず来るのはいつも通りだと思うんですけど、今回なんとそれだけでなく、まずこちらのこのアニキン・スカイウォーカーが映ってる画像を見てほしいんですけど、まずアニキンが来たのめっちゃ嬉しいです。はい、やっと来たって感じだよね。しかも今回めちゃくちゃ似てないですか、普通の元のアニキンに、俳優さんのアニキンになんか似てる気がする。で、この画像のライトセーバーをよく見てほしいんですけど、いつものライトセーバーと違うんですよ。そう、違くない？あの、手の持ってるところのちょうどビューンって出るところの元が違うので、まあおそらく新しい形のライトセーバーが来るってことなのか、アニキン・スカイウォーカーのライトセーバーみたいな、ルークの時もあったじゃんそれ、そういう感じで来るのか、それともツルハチとして登場するのかっていう今噂が立ってまして、実際にこれは確定情報じゃないんですけど、ライトセーバーのツルハチ来たらやばくないですか。まあ、もともとなんで来てなかったかっていうと、ミシックに多分似てるから、似すぎるから来てなかったっていう感じだったと思うんですけど、だから確率としては低いのかな。でもぜひこの機会に追加してほしいっすよね、ツルハチを。やっぱライトセーバーのツルハチは絶対みんな買うからな、めちゃくちゃかっこいいじゃん。だからまあどんな感じになるかわかんないですけど、とりあえず新型のライトセーバー、これはツルハシかもしれないし新ミシックかもしれないんですけど、まあそんな感じでちょっと。で、ダース・ベイダーが来るのかだよね。後ろにいろんなこのスター・ウォーズの船が映ってると思うんですけど、宇宙船が映ってると思うんですけど、なんか来たぞ、来た。ここに、まあダース・ベイダーはもちろん全然、てかダース・ベイダー来たらダメか、アニキンがいたら、あれってなるもんね。ダメ、来ないっすね、多分アニキンとダース・ベイダーは同じ同一人物なんで、じゃあダース・ベイダーの投げるライトセーバー来ないのかな。で、あとフォースね、前にも言ったと思うんですけど、フォースが来ます。これはダース・ベイダーが使ってた、あのボスのダース・ベイダーが使ってた、こう飛んだり引き寄せたり物を投げたりっていう力をフォースって呼ぶんですけど、スター・ウォーズの世界で。それが来るんですよ、ミシックで。これがね、かなり熱くて、立体機動もある中でフォースも使えるって
どういう世界線っていう、もう個人的に進撃ファンとしてスターウォーズファンとしてめちゃくちゃなんかフォートナイトでしか経験できないじゃんそんなこと。だからこれが僕はめっちゃ多分ぶっ壊れ要素かもしれないけど、あの今しか体験できないことなのでもう超楽しみです。本当にやばくない？立体系でこんなヒューンとか取っていきなりフォースでさ敵引き寄せたりできたらやばいっすよね。ライトセーバーあるだけでもやばいけどね、立体軌道と一緒に共存してるのが。まあ、マジ楽しみっすね。で、それ以外にも、新スキンが。おお、刀も持っといた方がいいのかな。そう、新スキンが、スターウォーズのこのアニキン以外に新スキンが何種類か追加で来るらしいです。まあ、これ自体はちょっと予想がつかないっすね。C3PO とか来たら熱いけどね。あの、金色のロボット。はまだ来てないから、そこら辺が来たらちょっと激アツっすね。で、あとはライフパック。あれ俺全部話したもん。いや、皆さんはスターウォーズどれぐらい見てますか？フォートナイト結構スターウォーズともうがっつりマーベルと同じぐらいコラボしてるから、まあ結構いい感じにしてくれそうだよね。で、今までのスターウォーズだったらね、いやまたライトセーバーかよってなってるかもしれないんですけど、今回は結構今までと違う感じで大型アップデっぽいんで、スターウォーズのそこがすごく楽しみですね。いや、フォースが俺でも一番楽しみかもな、マジで。あとは勝つだけよ、SMG で。そう、縛りしてるから俺ちゃんと。OK? 逃がしませんよ。おいー、テレレレッテテレレッテ。うめえな、普通にみんな。みんなうまくね。今回の動画はもう全部完璧じゃない？スターウォーズの新情報、 SMG 縛りを一つの動画でまとめることができました。この動画少しでもいいな、スターウォーズ楽しみってことは、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。